パント体型、P がパンターパントを蹴るミシガン大学のゾルタン・メスコ。パンターはアメリカンフットボールやカナディアンフットボールにおいてスクリメージライン上からのスナップを直接受け取り陣地の回復のためにパントキックを蹴る選手である。アメリカンフットボールにおいては第4ラウンに登場することが多く稀にパントを蹴らずパスプレイやランプレイを仕掛けるフェイクパントをすることがある。また パンターは、ほとんどの場合、自軍の攻撃が失敗に終わった時に陣地を回復するために登場するため、チームの調子が悪い時に目立つ傾向にある。パンターは、相手チームにリターンさせないために対空時間の長いキックをすることが求められる。NFL において、標準的なパント距離は42ヤードで、フェアキャッチがコールされるものや、アウトオブバウンズに出るものであるとされる。 目指すべき対空時間は最低でも4.20秒であるとされる。5秒を超える対空時間のパントは素晴らしいパントとして評価される。また、リターナーがパントを取り損ねることによって攻撃権を奪い返せる可能性があるのでパンターはボールに激しい回転をかけてファンブルを誘う。コフィンコーナーとはエンドゾーンから5ヤード以内のサイドラインを意味する。パントキックが 選手に触れることなくアウトオブバウンズに出た場合、ボールがサイドラインと交差した地点から相手チームは攻撃を再開する。そのためパントキックをコフィンコーナーからアウトオブバウンズに出た場合、攻撃側チームはセーフティを奪われる危険性がある自陣5ヤード以内から攻撃を再開することになる。パンターは陣地回復のためのパントキックを蹴ることを役割とするポジションであるが、 以下のような役割もチーム内で追う。ホルダーを務めるベアーズのパンターブラッドメイナードパンターはフィールドゴールのボールホルダーとしての役割を担うことが近年多くなってきている。これまでは控え、クォーターバックがホルダーを務めることが多かったが、控え、クォーターバックの役割がチームで増大し、ホルダーの練習をする時間を避けなくなることが多くなったことから、 パンターがホルダーを担うことになった。フィールドゴールを蹴ると見せかけて、パスプレーに移行する、形のフェイクフィールドゴールでは、ホルダー役のパンターがパスを投げることが多い。また、フェイクパントプレーにおいてもボールを受け取った瞬間に、パスプレーに移行することがあるため、パンターは、パスの練習をすることもある。パンターはボールを蹴るポジションであり、ボールを蹴ることについての知識を有していることから、 同じチームのキッカーと技術を共有することやキックの研究をすることが多く、キッカーの役割をこなすパンターも多くいる。パンターは他のポジションに比べ選手寿命が長い。パンターはフィールドに立つ時間が短く、相手選手からタックルを受けにくいポジションであり、怪我が少ないということが理由の一つとして考えられる。ショーン・ランデタは19シーズン現役を続け、 ジェフ・フィーグルスは22シーズン現役を続けた。その一方で、怪我の少ないポジションであることから、各チームで控え、パンターを置くチームは、ほとんどなく、選手寿命の長さから引退も、頻繁には生じないので、新人選手がリーグに入っていくのが難しいポジションである。ジェフ・フィーグルスが1988年から2009年にかけて、 5チームを渡り歩いて樹立した7万1211ヤードが NFL 記録である。オークランドレーダースのパンターであった例外が純粋にパンターとしてドラフト一巡目指名を受けた唯一の選手であり、純粋にパンターとして殿堂入りした唯一の選手である。ラッセル・アークス・レイベンはセインツからパンターとして ドラフト一巡目11番目の指名を受けたが、キッカーとしての役割も負っていた。1970年代に、レーダースがガイの活躍により、キッキングゲームで成功を収めたことによって、パンターの地位が上がったとされている。レーダースでガイを指導したジョン・マテンは、彼は電動入りを成し遂げることで、他のパンターたちへその道を開いたのだと評している。ありがとうございます。